ソロキャンプの魅力をヒロシとその仲間たちが紹介する熊本初の番組、ヒロシの一人キャンプのすすめ。最初は深夜番組の1コーナーから始まり、去年4月から月1のレギュラー番組に昇進。さらに10月には月2回の放送となり、先週から TVer での振り返り配信もスタートした。今はさ、月に1回の撮影だけどさ、これ以上回数が増えたらヒロシちゃん嫌になるんだろうな。いや、この番組に関しては俺嫌になんないね。マジ？うん、だって楽しんだもん、この現場。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 なんでこのキャンプブームで視聴率伸びないのかな。いや、マジでね、これね、他県の人は求めてるよ。いや、求めてる、絶対に。俺、この番組面白いなってずっと思ってんだけど、ずれてんのかな、俺も。私たちもやってて楽しいけどね。だ、そうか、単純に俺、自分が楽しいから面白いと思ってるのか。この際、嫌そうにやってみる？ああ、だから、嫌そうにやってる番組とか、すげえ見られてんだよ、俺。言っちゃダメ。すげえ地獄みたいな養鶏の。全然ダメじゃん、どうしたのこれ。今回のゲストはベアーズ島田キャンプ。フィンランドで購入したお気に入りのザックに触れてほしくて、なかなか下ろさない。いつもそのザック、はい、車から下ろして 2,3 歩歩く用のザックでしょ。え、こんなに長時間の島田くんがザックからってるの初めて見たからね。そうっすか。だってここの紐が痛いって言ってたじゃん。痛い。じゃあ下ろしなさいよ。めっちゃ可愛いけどね。可愛いんだけどね、サボった。食い込むのか。すげえ食い込む。めちゃくちゃ痛いよ。もう紐が見えんのよ、横から。横から撮ったらこう食い込みすぎてね。じゃあここちゃんと見せて。いやいや、そうそうそう、そしたらおかしいやろ、これ浮かせてんだから。もう普通にザック、ザックの状態ですよ。ザック、ザック、ザックザックは何？さっきからザックは何？ザック、ザック。これ、機能性を重視しないとこんなことになりますよっていう悪い例だな。そういうことです、そういうことです。いや、でも女子高生のミニスカートと一緒ですよ。その心は？要は、あの冬でもミニスカート履きたい、こうおしゃれ、はいはいはい、可愛く思われたいっていう一心でこうやってるわけじゃないですか。無理ですね。でも寒さを思ってる、はい、だからこれも俺もかっこいいと思われたい一心で、うん、かっこいいと思われたい一心も恥ずかしいな俺。43のおじさんがよ。いや、ザックザック。今回は野外料理研究家ベアーズ島田キャンプに温まるキャンプ飯をオーダー。一風変わった鍋を作ってくれるそうだ。ダントルものって言ったら鍋じゃないですか。だよね、はい、だよね、はい、だよね。そうなんですよね。だから鍋って言うよね。そうだよね、だよね。はぁ、ん、え、ん、あれ、え、単独事故。もう僕はとにかく楽したいんで、はい、切れてるもの、切れてるもの、なるべく切れてるものを買います。切れてんの？いや、切れてないですよ。なんですかこれ。え、単独事故？クオリティはさておき、お笑いの心忘れてないね。あ、お笑いの心なんか忘れたんですよ。もう一般人でもこんぐらいやるわ、芸人さん。よいしょ。クオリティはね、ほんとモノマネ僕ひどいんで。人参とごぼうです。本当は笹がきの方がいいですけども、売ってなかったんでこれにしました。ひろしちゃんは笹がきって知ってる？笹がき、笹がきゆり。会いたいね。会いたい。楽器かわいいよね。どうしたら会えるか ね、 ね、そのまま。やっぱドラマに出ないと無理なんじゃないですか。ドラマ出たことある？もうちっちゃい頃に進めます。でもドラマの種類がやっぱ、そういうドラマの話は来たことないね。任侠もの出てたよな。任侠はよくある。あと2時間ドラマ。V シネマ。あ、V シネといえば笹書きってなんだっけ。笹書き、あ、笹書きの話だった。笹書きって何？よく戻ってこれましたね。あんなに遠くまで行ったのに。笹書きって何？シャッ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 。あー、もうやるやつ。板書き。ソリ君とボンちゃんね。ね、頑張ってるよね。なんかいろんなさ、被災地行ってさ、レポートしてさ。分かった、ませてる子供のことだろ。
あ、マセガキね。あ、マセガキっているよね。ちょっと車高の低い車乗ったりするんだろうなっていう。それマセラティ、マセラティとか乗ったりとかね。おい、はい、笹掻きって何でしたっけ。桃の笹掻き、これこれシャッ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 、もう進んでます。ここまでカットされた白菜、ごぼうと人参の千切り、えのきを投入、そして白だし、みりん、かつおだし、昆布だしがあらかじめ入った液体味噌を入れた。ちょっと本当はごま油を買ってくれればよかったんですけど、ごま油の方がよかったんですけど、オリーブオイルで。なんかあれだね、今日聞いてると本当はが多いね。いや、俺はこの番組を一番大切にしてるんだ。そうよ。あ、天気が良くなってきた。雲が吹き飛んだ。本当をここで見せてくれよ。お言葉ですけど、さっきヒロさん結構本当はって言ってました。よし、オッケー。で、これを入れちゃいます。ニンニクを別に温めたのはなんで。油で炒めたかったです。最初にこれで炒めればよかったですけど、忘れてます。ニンニクで肉入れよう。 肉はやっぱいいよね。今日は豚バラです。豚バラね、コスパいいですよね、豚バラは、ね、なるほど、そういった意味でね。うーん、あー、いいね、ほらね。料理しない人にはタイミングが分かんないのよ、いつ肉を入れればいいのか。あ、肉から出汁を取りたいときは先に入れるんですよ。肉が美味しく食いたいときは後から入れるんです、僕はね。この前西村が焚き火会ですき焼き作ったときは肉を最初に入れてたぞ。あー、そうだっけ、すき焼きだ。あー、あれ煮込まないでしょ、そんなに。ちょっと待ってください、今ちょっとやることあるから。やることあるから。でさ、かと思ったら大和ちゃんがカレー作ったときにピーマンを最後にって。あ、食感が残るようにみたいな。そう、島田キャンプの入れ知恵だっつって、言ってた。入れ知恵なの。あれがね、ほんと言った通りだったのよね。あ、すごくピーマンの食感がいい感じだったの。早めに入れたらしなってなるからね。しなって、ああいうのをさ、島キャン全然教えないじゃん。いや、言いたいけどそっち側でなんか遊んでるからだよ。なんか僕あれが嫌いなんですよ。めちゃくちゃこう観客を盛り上げて、おいおい、はい、おいって言って、バク転程度しか知らなかったりする人いるじゃないですか。なんか合ってないって思うんですよね。だちょっとこうやってやって言うのがちょっと恥ずかしいっていうのはあるんです、自分の。そういう意味じゃひろしちゃんのネーミング失敗してるわ。え、野外料理研究家。あ、そうなの。ハードル上がりまくってるじゃん。いや、まあまあそうだね。いや、野外料理研究家やめようかな。え、野外料理研究家やめて何になるの。何しようかな。やめたとして、じゃあキャンプおじさん。キャンプおじさんじゃ価値ないよね。だってさ、キャンプおじさんなんかいくらでもいるわけで。頭にアヘアヘってつけたらどう。アヘアヘイキャンプおじさん。あ、したらちょっと引きはあるよね。いいね、解明しよう。アヘアヘ島田キャンプ。アヘアヘ島田キャンプ。これどうすればいいですか。え、知らないけど。あーだこうだいって作って、知らないけど。これで番組終わりましょうか。斬新ではあるね。最近はファミリーキャンプの動画も上げるようになったベアーズ島田キャンプ。キャンプに行きたいけどなかなか行かせてもらえないお父さんたちにちょっと参考になる話。世の男性ではさ、はい、やっぱキャンプに行きたいけどもなかなか行けないっていう、休みの日はこうしなきゃいけないとか、はい、お金が足りないとか、子供を巻き込むかもしれないね。あ、ちょっとそういうのを教えて、うん、なんか例えばじゃあランタン買うにしても、うん、ちょっとじゃあ僕娘なんで、うん、子供がね、うんうん、あのじゃあ赤いランタン買おうと、そうすれば家族で一緒に使えますよねとかにしたりとか、例えば一回使ったクッカーとかを子供のおもちゃにしたりとか、うん、それで満足する子供いいのかね。今3歳半ですけど、1歳半の頃、うん、すすだらけのクッカーこうやってここから下げて楽しそうに。あ、それ見た、その写真。そうそう、そんなんとかあるんで。なるほどね、はい、だからそのなんだろう、家族も巻き込んでやるっていうのが一個の方法なのかもね、はい、そう。あとそれこそハンモックなんか、うん、めちゃくちゃ子供入れとくのにね、楽っていう表現だとあれだ。いや、分かる分かる分かる。ハンモック、あの僕らが使ってるハンモックって蚊帳がついてるじゃないですか、うんうんうん、だから
まあ、絶対落ちないじゃないですか、うんうんうん、ここから、うんうん、だからそこに子供入れて、うん、でそこから設営したりとか、なるほど、安心だもんね、そうそうそう、どっか行っちゃわないから、うんうんうん、っていうのはめちゃくちゃこれ確かに便利ですよ、なるほど、だから普段は自分でハンモック泊して、うん、ね、寝たりするけど、それでも子供入れてそこで昼寝させてとか、しかもキャンプするようになったおかげでお父さんがガンガン料理するようになったら、うん、お母さんも嬉しいかもね、だから結局キャンプ行って僕全部料理やりますから、うん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 、ね、妻は、なるほどね、はい、食うだけだから、それとは別に旅行とかも行きますからね、だからキャンプと旅行だから妻を連れて旅行行くとかもあるし、まあ子供を一日見る日とかもあるし、ああなるほど、子供と一日プール行ったりとかして、で奥さんはじゃあ自由にまあちょっとリフレッシュして、はい、とかそういう日もあるし、ってなると俺全然働いていねえなと思うんですよ、そうだねそうそう今思ったけど、そうそうなんよねえ